昔々あるところにヘンゼルとグレーテルという名前の兄弟が住んでいました。二人がまだ赤ちゃんだった時にお母さんが亡くなり、お父さんと三人で森にある小さな家に暮らしていました。お父さんは木こりとして働きながら二人の世話をします。仕事と子育てに忙しい日々が続き、新しく二人の母親になる女性をその小さな山小屋に迎えることにします。しかし、裕福な家庭で育った彼女は森の中での貧しい暮らしに不満を抱いていました。その上、子供たちのことも全く好きではなかったのです。ある寒い冬の夜、ヘンゼルとグレーテルが眠りにつこうとしていると、義理の母親と父親の話し声が聞こえてきます。十分な食べ物もないのに、どうやって寒い冬を乗り越えればいいのよ。子供たちをどっかにやらなきゃみんな飢え死にするわ。父親は激しく反対します。何を言ってもダメよ。私決めたの。明日深い森に置き去りにすればいいのよ。それを聞いたグレーテルは泣き出します。ヘンゼルは慰めます。心配しないで。帰る方法さえわかれば大丈夫さ。その日の夜遅く、ヘンゼルは部屋を抜け出すと、できるだけたくさんの小石をポケットに詰め込みます。次の日の朝、彼らは揃って森へと歩き始めます。父親は家族で森へハイキングに行くんだと言いました。ヘンゼルは誰にも気づかれないように、ポケットの小石を落としながら歩きます。午後になり、父親と義理の母親は焚き木に火を入れるとすぐに戻ってくると言い残し、森の中へ入っていってしまいました。もちろん彼らは戻ってきませんでした。夜が更け、森の動物たちの鳴き声が響き渡ります。狼の遠吠えが彼らをさらに不安にさせます。月が昇り、その光で小石がキラキラと輝き出すと、それをたどって家へと向かいます。すごいわ、ヘンゼル。石をたどれば帰れるわ。子供たちが帰ってきたのを見て、父親は驚き、とても喜びます。義理の母親は、それが全く嬉しくありませんでした。喜ぶふりをして二人を迎えます。二人が戻ってきたことに腹を立てていました。義理の母親はまた子供たちを追い出す方法を考えます。この日、彼女は二人の部屋に鍵をかけ、ヘンゼルが小石を集められないようにしたのです。しかし、ヘンゼルは賢い少年です。次の日、森へと向かう途中で、彼は前の日に残しておいたパンのかけらを家への道しるべとして落としながら歩きます。午後になり、義理の母親と父親はまた二人を残して森へと消えてしまいました。戻ってこないだろうと考えたヘンゼルとグレーテルは暗くならないうちに家へと向かって歩き始めました。しかし、落としたはずのパンくずが見当たりません。なんと、パンくずはすべて鳥たちに食べられてしまっていたのです。グレーテルは泣き始めます。ヘンゼルも希望を失ってしまいました。森の中で道に迷い、食べ物もなく死への恐怖に怯えながら森をさまよいます。そして3日目のその日、二人は雪のように白い鳥を見つけます。その鳥はとても美しい声でさえずります。美しい歌声に空腹を忘れた二人はその鳥を追いかけます。白い鳥は二人をおかしな形をした家へと導きます。なんとその家の壁はパンでできていて、屋根はケーキ。
窓はキャンディーでできています。そして美味しそうなクリームで覆われているのです。ヘンゼルとグレーテルは信じられませんでした。その家はとても美味しそうなのです。二人は疲れも忘れその家へと駆け寄ります。二人がその家をひとかじりしたその時です。中から人の声が聞こえてきました。私の家をかじってるのは誰だい？彼らが見るとそこには優しそうなおばあさんが立っていました。二人が事情を話すとおばあさんは気の毒に思い二人を家へと迎え入れます。家に入るとそこは外側とは違って暗くてとても不気味でした。ヘンゼルとグレーテルはお腹が空いてクタクタだったのであまり気にも留めません。おばあさんは二人が食べたこともないようなおいしい料理とデザートを食べさせてくれました。そして夜にはふかふかのベッドで眠ります。翌朝目覚めるとそこにあのおばあさんはいません。二人はおばあさんを探します。廊下を抜けたところに小さなドアがありました。ドアを開けるとなんとそこにはキラキラと輝く宝物があふれていたのです。二人は驚きます。ヘンゼルがもっと近くで見ようと一歩踏み出したその時です。あの声が聞こえてきました。一体何をしようってんだい？二人が振り向くとそこにはなんと魔女が立っていたのです。どうやらこの魔女はお菓子の家を使って子供たちを誘い込んでいたのです。二人は走って逃げようとします。しかしドアは開きません。魔女はヘンゼルの髪をつかむと檻の中へ閉じ込めてしまいました。そしてグレーテルを台所へと連れて行きます。あいつは痩せすぎだ。食べ物を与えてもっと太らせろ。そしたらこの私の美味しい晩御飯になるからね。だけどお前は何にも食べるんじゃないよ。食事を食べられるのはあいつだけだ。グレーテルになすすべはなく、魔女に言われた通りにしました。幸いにもヘンゼルは賢く利口な少年だったので、邪悪な魔女を騙そうと考えました。毎晩魔女が寝てしまった後、彼は檻の中の地面を掘ります。朝になると、いつも魔女はヘンゼルの体重が増えているかどうかを確認しに来ます。しかし、ヘンゼルは妹が作った食事を食べずに穴に埋めて隠していたのです。なかなか太らないヘンゼルを見て、グレーテルにもっとたくさん作るように言います。そんな日が続き、魔女は待ちきれずに言います。太ってようが痩せてようがもう構わないよ。今日はヘンゼルパイを作るからね。そしてグレーテルに言います。生地がちゃんと焼けているかオーブンを見てきておくれ。グレーテルは怯えますが落ち着いて考えます。魔女が彼女をオーブンに押し込もうと考えていることは分かっていたのです。背が届かないから中の生地が見えないわ。グレーテルは言います。魔女はグレーテルを押しのけるとオーブンに頭を近づけて確認します。その時です。グレーテルはオーブンに向かって力いっぱいかけ出し魔女をオーブンの中に突き飛ばします。そしてすぐさまドアを閉めます。グレーテルは鍵のありかを知っていました。ヘンゼルのところへ駆け寄り檻から助け出します。オーブンの火は家中に広がっていました。燃え盛る家から走り出し森へと逃げ込みます。しかしどこへ逃げていいのか分かりません。しばらく歩くと二人は川岸にたどり着きました。するとそこに大きな白鳥がやってきて二人を対岸へと運んでくれたのです。あたりを見渡してみると二人は見覚えのある風景に気がつきます。ヘンゼルとグレーテルは家へ向かって駆け出します。父親のところへ駆け寄ると3人は再会を喜びます。
喜びの涙を流しながら、義理の母親が二人を森に置き去りにした直後に実家へ帰ってしまったこと、そして深く後悔し、彼は二人を必死に探しても見つけられなかったことを話します。子供たちは父親を愛していましたし、彼を責めることはありませんでした。しかしもう一つ大きな驚きが待っていました。二人はポケットに手を入れると、魔女の家で見つけた宝石を取り出したのです。父親はその輝きに目を疑います。その後、家族に災いが起こることはなく、彼らは末永く幸せに暮らしました。昔昔、ある遠い国のどこか、粉引き職人と三人の息子が暮らしていました。父親が亡くなり、長男は粉引き小屋、三男は猫を譲り受けます。三男は戸惑います。二人の兄弟とは違い、猫一匹でうまくやっていくことは無理だと思ったからです。猫を見ながらつぶやきます。猫をもらって何ができる？食べることもできないし。しかし突然、奇妙なことが起こります。なんと猫が膝から飛び降り、話し始めたのです。あなたは勘違いをしていらっしゃる。あなたが思っている以上に価値があるのです。彼は唖然として喋る猫を見つめます。そして慌てて尋ねます。価値があるだって？そのためには、まず、袋と、帽子と長靴をいただければ分かっていただけるでしょう。落ち着きを取り戻し、若者は考えます。この猫は話せるぐらいだから、何か考えがあるに違いないと。よし、じゃあ試してみよう。若者は猫が望んだものを与えます。猫は帽子をかぶり、長靴を履き、鏡に向かってポーズを決めます。そしてレタスと人参を一つかみ、袋に入れて出かけます。そして森にたどり着くと、袋を開けてそれを地面に置きました。しばらくすると、新鮮な野菜の香りに引き寄せられて、ウサギがやってきます。レタスと人参を食べようと、ウサギは袋に飛び込みます。すると猫はすぐさま袋の口を塞ぎ、中にウサギを閉じ込めてしまいました。猫はウサギを若者のところへは持っていかず、お城を目指します。そして門番に、王様に会わせてくれるようにと頼み込みます。帽子をかぶり、長靴を履き、話をする珍しい猫を見て、門番は猫を王様のところへ通します。国王陛下、カラバの王子からの贈り物を持ってまいりました。私のご主人様カラバ王子があなたのために取った新鮮なウサギでございます。王様はその贈り物を喜んで受け取ります。猫はそれから長い間、狩りをしてはその動物を王様のところへ届けることを続けます。そのうちに王国の人々は皆、王子の寛大さと富を噂するようになります。日に日に王様の関心が高まり、ある日、王様は長靴を履いた猫に尋ねます。君の主人は若いのかい？はい、若くとてもハンサムであります。裕福かね？とても裕福ですとも。喜んでお城に招待いたします。王様と王妃はそのハンサムな王子に出会えると聞き、とても喜びます。もしそれが本当なら、娘の結婚相手としてこの王国にふさわしい王子に出会えるかもしれませんわね。王妃は言います。数日後、王様が家族と町へ出かけたという噂を聞きます。この日を待ってたんだ。
猫は若者のところへ飛んで帰ります。今すぐ川へ行かねばなりません。さあこちらです。若者は何のことやらわけがわかりませんでしたが、猫の言う通りにします。なぜここに来たんだい？泳ぐんです。泳ぐ？僕は泳げないんだよ。それはいい。さあ今すぐ服を脱いで川に入ってください。どうか私を信じて。若者は服を脱ぐと川へと入ります。すると長靴を履いた猫は彼の服を茂みに隠します。そして王様が川岸を通りかかるのを見計らって馬車の前に飛び出します。助けてください。カラバ王子が川で溺れています。王様はすぐさま家来を川へ向かわせます。その間に長靴を履いた猫は泥棒に服を盗まれたのだと王様に説明しました。王様は家来を呼びます。よし、王子のために最高の服を用意するんだ。新しい服を着た若者はまるで本物の王子のようです。彼が王様のところへ向かうと、その様子を王妃と娘も見ていました。若者は王様の前にひざまずき言います。なんとお礼を申してよいかわかりません。我が主人カラバの王子は王様を喜んでお城へご招待いたします。では準備をしてまいります。そう言うと猫は走り去ってしまいました。若者はなぜ猫がカラバの王子と呼ぶのかわけがわかりませんでしたが、何か思惑があるのだろうと思い黙っていることにしました。そしてその時、王女はそのハンサムな王子を一目見て恋に落ちてしまったのです。その頃、長靴を履いた猫は巨人の城へと向かっていました。その途中、村人に声をかけて回ります。王様がやってきます。もし彼が誰の土地かと尋ねたら、必ずカラバの王子のものだと答えてください。そうでなければ罰が与えられます。長靴を履いた猫は村を駆け回り、出会う人すべてに同じように言って回りました。そうして王様の馬車が着く頃には、皆が口を揃えてカラバ王子の名を口にします。王子がこれほど広大な土地を所有していることに王様は驚き、そして喜びました。その頃、長靴を履いた猫は巨人の城にたどり着き、ドアをノックしていました。大きな音を立ててドアが開きます。帽子をかぶり長靴を履いた猫を見て巨人は驚きます。その上、その猫が話し始めたので驚きのあまり声も出ません。やあ、ごきげんよう。お前は誰だ？俺の城に何しに来た？長靴を履いた猫は計画を実行に移します。まあ言うなれば、私は王様の使いなのだよ。あなたが素晴らしい魔力を持っていると聞いたんだ。ああ、そうだと思う。例えばだよ、とても大きなライオンに変身できるかい？もちろんさ、そんなの簡単だよ。そして巨人は魔力を使い変身します。猫は恐れおののき、できるだけ高いところに飛び移ります。ああ、よくわかったよ。それを聞いて巨人は元の姿に戻ります。なんて素晴らしいんだ。だけど小さな動物に変身するのは不可能だろう。どうだい、できるかい？不可能だって？どんな動物にでも変身できるさ。じゃあ、小さなネズミには変身できるかい？あまりにも大きな声で巨人が笑うので、長靴を履いた猫はその場に立っていられませんでした。そして巨人は魔力を使い変身します。巨人がネズミに変身するや否や、長靴を履いた猫はネズミに飛びつき、一口で巨人をやっつけてしまいました。
そしてその頃、王様の馬車は巨人の城へやってきていました。猫はすぐさま駆け寄ります。国王陛下、我が主人カラバの王子のお城はこちらです。どうぞお入りください。王様、王妃、王女、そしてもちろん若者もお城の素晴らしさに驚きます。お城へ向かって歩いているとき、王妃が若者に尋ねます。あなたは結婚しているの？いいえ、結婚お許しくだされば必ず彼女を幸せにします。そしてお城では二人の婚約を祝う晩餐会を行います。そしてその後、二人は結婚式を挙げました。言った通りでしょう。私にはあなたが思う以上に価値があると。その日からというもの、長靴を履いた猫は王子の忠実な家来として一緒に暮らし、家族は皆末永く幸せに暮らしました。